はい。俺毎朝駅で綾瀬さんのこと見てて、いやマジ可愛いなって。よかったら付き合わない？お断りすべきです。え、即決？当然です。千早ちゃんのこと何も知らない他校の男子でしょ。でもでも付き合ってとか言われたの初めてだもん。これ逃したら一生言われないかもしれないもん。初告白、マジ無駄美人だな。でも俺ずっとそばで見てたら美人だって思わなくなったよ。うちの学校でモテないのは真島くんがいつもそばにいるのが大きいと思いますけど。え、なんで？いいんじゃね、付き合ったら。太一？千早は経験しないと分かんないんだろ。絶対無理だって。え？カルタをしてるお前を知らない男と付き合うなんて絶対無理。そっか。でもすでにメールとか電話とかいっぱい来るんだけど。番号教えちゃったんですか？着信拒否にしといたから。え？明日からは早起きして俺と同じ電車に乗れ。960年の村上天皇主催の天徳代理歌合わせでも甲をつつけがたかったつがいの二首、部長を見てるとこの歌が浮かぶ。隠しきれない忍ぶ恋の歌。うちの部のアンポンタンに暴からなくても